はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメです。ということでですね、今回なんですけども AK117 ですね、使っていきましょうか。で、AK117 なんですけど、まぁ、ちょっとね、画像、そう、アタッチメントの画像出てると思うんですけど、あのね、自分は基本的にフォアグリップつける派です。はい。でね、あのフォアグリップつけなくても全然リコール制御とかできるし、まあ何もね違和感感じないよっていう人もいるんですけど、自分はね、その GGL ルールですね、その GGL ルールとかでも、あの基本的にね、結構フォアグリップ使ったりします。はい。まあね、自分そう、なんか結構ね、個人差があるよね、これは。そう、あのフォアグリップつけなくてもそう全然できるっていう人もいるし、そうフォアグリップつけないとなんかそのブレがね、ブレが嫌でちょっとなんか全然そううまいことできないっていうね人もいるんですけど、まあ僕はね、フォアグリップ、つける派です。でね、まあそのクイックドローもあるんですけども、まあこれはねつけるもんのもんがなかったから、そうつけてるって感じで、まあちょっとね、あのアタッチメント、フォアグリップ以外こだわってないところはありますね。はい。別にフォアグリップ以外はもう何でもいいみたいな感じなんですね。でね、あの結構 KN ですね、 KN と AK117 どっちがなんかその、あの AR 最強とかさ、なんかそういうことを言われるんですけど、まあ結構分かれる人いるよね。うん。まあその KN はもうお手軽、そう誰でも使える、初心者も上級者も使える、あの武器やと思う。そう、初心者が使ってもあの強いし、あと上級者が使っても強いし、中級者が使っても強いっていう、武器が KN だと思います。まあ性能が本当にぶっ壊れなんですけど、で AK117 の場合はまあね、初心者とかが使ってもなんていうかな、まあ、ちょっと微妙っていうか、その上級者が使った時にもうなんか力がね、そう力が引き出されるみたいな感じです。はい。まあなんていうかな、 AK117 はそう大会とかでも結構見るよ。KN とあの本当にね、大会とかでは117と KN しかいません、 AR といえば。うん。まあたまにあの LK もいいけど、めちゃめちゃ珍しいです、それは本当に。そう、まあマジでね、あのその なんていうかもう絶対に圧倒的に勝ちたい。もうその実力とかそういうのじゃなくて、とりあえず自分はレジェンドまで行って、そうあのそうランクマッチレジェンドまで行ってとりあえず勝ちたいっていう人は、俺は KN の方がおすすめかな。うん、KN の方がおすすめだと思う。でまあ上級者とかね、結構その AM とかそれまあ綺麗になってきたって人は、まあ AK117 使ったらいいと思います。これはね、あのまあブレに関してはAK117 の方が上かな。うん。AK117 の方に軍配が上がると思いますね。まあそうですね。まあ KN でも、まあ別にあの全然反動制御はできるんですけども、なんていうかな、その、こっちはさ、ガチの無反動なんよ。ガチの無反動でほぼブレないんですよね、こっちは本当に。その、俺最初使った時はびっくりしてさ、何この武器と思ってさ、全く反動ないじゃんみたいなね、感じに思ったんですけども、まあ皆さんね、ちょっと一回はね、あの、KN か117、実際に使ってね、そう、僕がさ、俺がさ、これどっちがいいですよとか言ったところでさ、まあ結局その人に合うかどうかわかんないんで、そう、KN に合うって人は KN に合うし、AK に合う人は AK に合うっていう、方もいるんでね、これはちょっとね、皆さん使ってみてちょっと試してみてください。でそろそろ1試合目が終わりそうですね。まあこの試合はね、あの結構そのうんデスとか抑えれて、ちょっと敵は1人落ちてしまったんでね、うん、まあそれはちょっとまあ結構落ちる人多いよね最近ね。はい。ということでね、2試合目ですね、ドミネーションなんですけどもやっていきましょうか。でここね、開幕時も結構ね、そうグレネードとかなんかロケランとか怖いんで、大体トロフィー炊くんですけども、そういうところとかもうパターンね、パターン、そうあのここで大体グレで死ぬとか、そうロケラン撃ってくるとか、そういうことをしっかり覚えて、でここにトロフィー炊いた方がいいとかっていうのをね、しっかり回数こなしていくごとに覚えていって、そうもうさ、何も考えずにランクマッチとかさ、こういうのひたすら繰り返してるだけじゃもったいないんで、こういう風なしっかりパターンとかね、敵がここで出てくるとか、そういうパターンをしっかり覚えましょう。はい。それによって全然違います。はい。それによってね、もう全然違うんで、自分は今シーズン、4なんですけども、シーズン1からもうひたすらね、それランクマッチ続けて、だいたいここで敵が出てくるっていうことをしっかり覚えながらやっておりますね。で AK117 の立ち回りなんですけど、基本的に自分ね SMC の立ち回りなんで、こういうような感じでガン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 突っ込んでるんですけども、これはダメです。はい。これは AR の立ち回りじゃダメです。はい。ガンガン前に出まくったらまあ死にますね。まあ死にます。これは SMG の立ち回りですね。そうでね、まあ基本的にね、あの AR っていうのは、そうニュークの AR っていうのは、こういう廃車裏とかですね、廃車裏とか、あと頭一個出しとかできるポジションに、いて、でそれでね、ひたすらやっていく、そう来る敵を待ってやっていく。で SMG っていうのは、あの街じゃないです。はい。街、あここかな、ここかな、あの AR と SMG って、そう AR っていうのは待って来た敵を倒すんですよ。で SMG っていうのは
突っ込んで待ってる敵を倒すっていう感じかな。うん、まあ攻めてくる敵を倒すっていうのもあるし、やっぱりここが一番ね、大きな SMG と AR の立ち回りかな。うん。でね、もうショック RC ですね。そう、自分ね、タグネスつけてるんですよ。で、結構ね、生放送の方でも、あれ、カメさん、冷血つけないんですかっていう方は、結構いるんですけども、まあ自分はタフネスターかな。とりあえず打ち合い頑張りたいんで、そう、とっちゃい、とりあえずね、打ち合い頑張りたいっていうのもあるし、うん。まあちょっとその、なんていうか、自分、ショック RC、そんなになんかうざいって感じないですよね。まあ対処法もね、結構、分かってるしね。うん。しっかり、建物のとこでも、建物のとことか、あと障害物の裏とか、そう、敵の目、敵から隠れるとこに、わざとね、ショック RC に突っ込んでそこで解除するという風な感じですね。まあこれはね、これはもうしゃあない。うん。しっかりこれ打ち合い勝てるんで、そう、タフネスつけるとね。まあという風な感じでね、タフネスつけております。で、グラビティスパイクだらけやな、マジで。本当に。グラビティスパイクしかいないよ。まあね。で、このさ、ショットガンさ、ずっと建物にいるよね。なんか令和の引きこもり事件みたいなってのは、本当に、引きこもり、立てこもりか、立てこもりね、そう、引きこもりやっただの2位とか、うん。まあ、そう、もう本当にね、ずっといられるんですよね、ショットガンが。でね、結構ニューク多ないですか。まあ、メルトダウンと、あと、その、ニュークがね、とりあえず多いかな、ショットガン。うん。まあでもね、まあ別に武器バランスいい感じじゃないですか、別に。本当にね、この前のシーズンなんか、そう、修正される前なんか、その AR と SMG しかいなかったですよね。で、ここで、まあしっかりね、そのショットガンも、あと LMG もね、入ってね、まあ別にその、いろんな武器がいてね、そう、色とりどりの、十人一色のね、そう、自分の、その、似合った武器とかさ、自分の強い戦法とか、こういうような感じでしっかり出てるんでね、まあそれが今の、環境いいんじゃないかなと思います。まあ武器バランスに関してはね、全然いいと思うんで、でショック RC がマジで、リッチでずっとドミニエンとこでね、そう固まってるんですよね。マジで仕事しろやみたいな感じでね。うん。という感じですね。さあ、これで前半終わっていきました。はい。ということでですね、後半ですね、ちょっと結構俺、カメさんさ、結構感度いじる癖があってさ、うん。まあ、キルは結構取れてるんでいいんじゃないかなと思います。はい。後半なんですけども、まあ、基本的にね、もうパターン、本当に、自分こっから行ってます、大体。こっから行って、勝っていくって感じなんですけど、そう、滑り打ちしながらね、入っていくって感じなんですけど、ここはね、ちょっとやられてしまったっていう感じですね。これね、ショットガンマジ入れたくないのよ、本当に。ショットガンを建物に入れさすとマジでめんどくさい。一回そいつを倒すだけの処理で、結構ね、かかるから、2レースぐらいかかるから、そう。2レースしてやっとなんか削れるかなっていう感じなんで、だいたいね、本当に入られてて、入られてって分かってなかったら、だいたいやられます、ショットガン、本当に。そう。なんでね、まぁ、ちょっとショットガン本当に厳しいね。うん。うん。まぁ、鬱陶しい、鬱陶しいね。まぁ、でも、中距離とかね。まあその、まあ遠距離に関してはね、そんな能力は高くないんで、うん。近距離に特化した武器っていう感じでね、いいんじゃないかなと思います。マジでグラビティスパイクだらけやな。なんかグラビティスパイクさ、ジャンプしたらさ、なんか避けれるっていうのもあったんですけど、あれもちょっとね、検証していきましょうか。で、スモークなんですけども、スモークがしっかり仕事してる前までは、スモークマジで仕事してなかったんですよね。そう、なんですけども、まあ、今回のアップデートで、まあ結構スモークがね、仕事してるっていうことで、まあこれはね、スモークの、まあちょっと、滝職人ね、滝職人亀がね、そう、しっかり上手いところにね、スモーク耐えてあげてっていう感じでね、結構サーチ&デストロイでもね、スモークをしっかり活用してあげて、やっていくっていう感じがもう勝敗をね、結構決めてしまうので、やっぱりこれからね、スモークとか、焚くところをしっかり考えて、で、こういうような感じでニュークですね、もう本当に前押しされたらスモーク焚くのがいいです。本当に。もう本当になんか敵がめちゃくちゃ詰められてて、で、リスキルされてるっていう場合は、スモークをしっかり焚いて、で、詰めていってあげると。いう感じがね、一番いいかなと思います。やっぱり書き乱せるよね、SMG とかスモークたくことによって。そうですね、まあ、まあ、今はですね、ちょっと B を取れているので、全くその焦ることはないんですよね。そう、全く焦ることはないんですけど、これショックRC で来てますね。これはしっかり安全なところで捕まって、しっかり解除していくという感じですね。まあでも、なんていうかな、俺話すことなくなってきたな、そう、試合についてね、ずっと話してると、そう、なんか雑談みたいな話そうとさ、することになるからさ、でさ、しっかりね、UAV 壊していきましょうか。で、UAV 壊さない人、結構、うん、まあ最近、まあ多くはなってきたけど、なんかずっとカウンター UAV 出てて、マップ見えないよっていうことが多いんでね、そう、特にメルトダウンとかひどいよね、あれ。そう、メルトダウンとかマジでひどいよね。いやー、ちょっとショック RC が暴れてんね、本当に、そう、このやられ方ね、このやられ方用よ、本当に。ここはしっかりやっていって、B をちょっと守っていきたいって感じですね。さあ、いるんでやっていきましょうか。まあそうですね。まあ、点差的には全然余裕なんで、まあ焦ってね、突っ込むことはないんですけども、
さあ敵はどこにいるかっていう感じですね。いや B 入ったんですけども、これは味方に任せましょう。トラックの中入ったんですけども、しっかりやっていきましょうか。グラビティスパイクの回転率が本当にやばい。うん、なんか特に無双しなくても普通にあれ溜まってるやんみたいな感じなんですけど、でもちょっとね、俺はね、あのグラビティスパイクやめてちょっとあのウォーマシーンにしようかと考えてるんで最近。そう、ちょっとグラビティスパイク俺似合ってないみたいな感じがあるんで、まあという感じでね、しっかり買っていくという感じですね。はい、ということでね、しっかり MVP を、全員 AK117 なんやけど、塗装は違うけどね。まあ、結構 AK117 は人気なんかな。まあ、KN 派はどうなんかな。まあ、どうなんやろ。まあ、自分は AK117 でもいいと思うんですけど、うん。という感じでね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは。